10年に一度と言われる最強寒波や放射冷却の影響で、今日県内では7地点で今季の最低気温を記録しました。森町にある滝では珍しい光景も。森町の山間地にあるこちらの滝は寒波の影響で滝が凍ってしまっています。こちらは森町の山間部にある平沢の大滝。昨日はまだ滝の水が流れていましたが、今朝は高さ6メートル、幅5メートルほどの滝のほぼ一面が白く凍っていました。森町によりますと、平沢の大滝に向かう道は狭く、路面が凍結している場所もあることから、車で来る際は十分注意するよう呼びかけています。一方、こちらは氷点下 4.1 度を記録した富士市。富士市です。今朝も厳しい寒さになっていて、マフラーや手袋で防寒対策をして通勤通学をする人の姿が見られます。富士駅前ではポケットに手を入れ、足早に歩く人たちの姿が。今朝の最低気温は静岡市葵区井川と御殿場市で氷点下 8.5 度、川根本町で氷点下7度、静岡市駿河区で氷点下4度など7地点で今季の最低気温を記録しました。朝晩の、ね、寒暖の差が激しいので、健康にも気をつけながら犬の散歩も暖かい時にするようにしてます。はい、寒いですよね。もうとってもじゃないけど、もうこたつから出れなくなっちゃう。記録的な寒さは今日までですが、しばらく最低気温は平年を下回る見込みです。